皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。運動と魅力が低いです。頑張ります。あ、はい。あれ、マサキ先輩どうしたんですか？お前さ、今度の日曜日ってなんか予定あったりする？文化祭の準備があるんですよね。まあ予定はないじゃないですよ。特にはないですよ。お、そしたら植物園でのんびりしようぜ。いいですよ。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。常識ですか。待ち合わせ場所は公園入り口でいいですか？じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい、じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今年の文化祭、私たち手芸部は体育館でファッションショーを行います。はい。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。はい。よし、気合い入れて頑張ろう。今日はまさきくんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は、あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました？少しな。ごめんなさい、またその服。相手が俺だからいいけど、社会に出たら通用しねえから気をつけた方がいいぞ。はい。あ、はい、気をつけます。ん？そういう素直に聞く気持ちってのを大事にしろな。さて、行くか。はい。お？何ですか？え、どうしたんですか？いいな、その服。可愛いし似合ってる。合格20丸。本当ですか？ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。ここ変な植物も結構あったりして好きなんだよな。やっぱり花屋でバイトしてるから植物好きなんだ。あそこになってる実うまそう。ああ、やっぱりそういう感じか。向こうで試食できるみたいですよ。食べられるんですか？まさき先輩、あなたって人は。そうだな、これはないとして、これかこれだけど、まさきくんはこっちかな。向こうで試食できるみたいですよ。でかした。いい響きだよな、試食って。よーし、食うぞ。あの、まさきくん、試食っていうのはたくさん食べられるわけじゃないからね。うん、いい感じだよね。はあ、今日はめちゃくちゃ充実した一日だった。私もです。しかしお前って本当に飽きないやつだよな。そうですか？面白そうなとこがあったらまた誘うわ。はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。まだまだ元気だな。はい、元気です。なんかやりとり長いな。さーて、もうちょい痛いとこだけど帰るか。乗れ、送ってくから。いいんですか？ありがとうございます。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。今日の文化祭、私たち手芸部は体育館でファッションショー。準備急がなきゃ。あー、ドキドキする。アイス。まさきくん、ここは関係者以外立ち入り禁止じゃないの？ん？あ、
まさき先輩。なんだ、ファッションショーだって聞いたから楽しみにしてきたのに普段着か。普段着じゃないです。でも手作りですよ。へえ、そうなのか。さすがだな。ありがとうございます。へへ。その糸のほつれ方。え、どこですか。え冗談冗談。緊張もしてないみたいだし、そのまま楽しんでこい。はい。こけて笑わせてくれるの楽しみにしてるぞ。こけませんよ。こけません。まさき先輩、心配して来てくれたのかな。よし、頑張らなきゃ。よかった、なんとか成功したみたい。お、お疲れ。お疲れ様です。あ、まさき先輩、どうでしたか。リラックスしてたみたいだな。いつもの笑顔が見られてよかった。本当ですか。やった、まさき先輩に褒められたよ。ファッションショーは大成功。来年はもっと凝った服を作りたいな。パーティードレスとか良さそう。今年の文化祭はこうして終了した。あれ、誰だろう。もしもし。まさきだけど。まさきくん、なんで電話。あれ、まさき先輩、どうしたんですか。ああ、用事つうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる。なんもないです。特に予定はないですよ。ちょっと用事があって。そんなものないです。特に予定はないですよ。ボーリングにでも行かねえかなと思ってさ。行きたいです。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまったぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は駅前広場でいいですか。じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日はまさきくんとデートです。11月になったからこの格好じゃ寒いよね。ボトムだけ買いよう。アクセサリーはこのままでいっか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は、あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました。少しな。ごめんなさい。相手が俺だからいいけど、社会に出たら通用しねえから気をつけた方がいいぞ。はい。あ、はい、気をつけます。うん、そういう素直に聞く気持ちってのを大事にしろな。さて、行くか。はい。お、何ですか。え、どうしたんですか。いいな、その服可愛いし似合ってる。合格20丸。本当ですか。ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。よし、パーフェクト狙うぞ。お、頑張ってください。羽ヶ崎学園一と言われた俺の妙技を見せてやろう。それ本当ですか。びっくりしてピンと一緒に倒れんなよ。倒れませんよ。てか長いな。さて始めるか。そういや、お前はどうなんだ、ボーリングは。そうですね、あまり得意ではないですが、好きですよ。ボーリングを教えてほしいです。どっちが勝つか真剣勝負です。遊びなんだから気楽に行きましょうよ。そうだな、どれもいい感じだけど、教えてもらうか。ボーリングを教えてほしいです。おお、いいぞ。じゃあまずボールの持ち方。わあ、さすがに知ってるか。はい。
まあまあかな。まあまあなの？はあ、今日はいい感じに楽しめたな。はい。また今度、暇な時にでもどっか行ってみっか。はい。さて、もうちょい痛いとこだけど、帰るか。乗れ、送ってくから。いいんですか？ありがとうございます。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。あれ、誰だろう。もしもし、まさきだけど。まさきくん。あれ、まさき先輩、どうしたんですか？ああ、用事つうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる？試験前なんですけど、まあ空いてるっちゃ空いてます。特に予定はないですよ。商店街をぶらつこうと思ってんだ。お供でついてこね。ついていきます。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしちまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は駅前広場でいいですか？じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ？はい。まさき先輩、どうしてここに？アンネリーの仕事だよ。理事長室にお花の配達。そうだったんですか。お疲れ様です。そうなんですか。お前は？今帰り？はい。はい。じゃあ待ってろ。送ってってやるから。え、いいんですか？ありがとうございます。え、でもどうせ通り道だしな。置いてすぐ戻ってくる。あ、お前の教室そこ？はい、そうです。そっか、廊下じゃ寒いから中で待ってろな。はい。はーい。お待たせ。はい、お疲れ様です。ああ、綺麗な夕焼けだな。いい時間に来た。そうですね。そうですね。懐かしいな、教室。あ、これ俺が使ってた机だ。本当ですか？え、本当ですか？おう、これここ彫刻刀で穴掘って消しゴムのカス埋めたりしてた。何やってるんですか。先生に怒られたりしませんでしたか？なんて書いてあるんだろう。んぐ、トレーニングかな。ほんとだ、花が開いてる。この机使ってる子かわいそう。今見ると意味ねって思うけど、こうやって思い出して笑えるってのはいいよな。そうですね。お前もちゃんと思い返したらあったかい気持ちになれる思い出作れよ。はい、卒業までに作ります。はい。ああ、戻れるもんなら戻りてえな。戻りたいんですか？高校時代にですか？うん、同級生って目でお前を見てみたい。私？どういう感じなんだろうな、想像できねえけど。そうですね。もし同級生だったら一緒に話したりしてましたかね。まさき先輩、イフの世界の話をしてもどうしようもないんだけどさ。この状態も悪くねえし。そうですか。同級生には車でお前を送ってくなんてゲートは到底無理だもんな。確かに。そうですね。じゃあ帰るか、日が沈む前に。はい。はい。今日
今日はまさきくんとデートです。12月になったからこの格好じゃ寒いよね。トップ着よ。アクセサリーはこのままでいっか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は？あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました？おお、ダッサ。ごめんなさい。そのスマイルくんさえなければおしゃれなんだけどな。相手が俺だからいいけど、社会に出たら通用しねえから気をつけた方がいいぞ。はい。はい。気をつけます。ん？そういう素直に聞く気持ちってのを大事にしろな。さて、行くか。はい。お？何ですか？え？どうしたんですか？ミラ、その服、かわいいし似合ってる。合格20丸。本当ですか？ありがとうございます。よかった。この服、気に入ってくれたみたい。どっか行きたい店はあるのか？あるんだったら遠慮せずに言えよ。そうですね。ドラッグストアに行きたいです。お、これなんかどうだ？イメージがお前にぴったり。そうですか？よし、今度チャレンジしてみます。どうしよう、迷うな。パスします。この顔はパスの顔だ。パスします。だよな、いくらお前でもこれに運って言っちゃダメだよな。じゃあ変なの進めないでください。やったね、バッチリ好印象。お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛え。私もです。けどこういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はいはい、楽しみにしてます。お、いい返事。20丸。そうですか？さて、もうちょい痛いとこだけど帰るか。乗れ、送ってっから。いいんですか？ありがとうございます。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい。まさき先輩に送ってもらっちゃった。よし、テストを受けましょう。テストを受ける。初日の試験科目は語学。いい出来かも。お、2日目の試験科目は数学。うん、バッチリ。お、3日目は選択科目。うん、バッチリ。お、4日目は芸術。うん、バッチリ。お、5日目は技術家庭科。うん、バッチリ。お、テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、おお、2位だ。1、2、3と並んだよ。かっちゃん、赤点2つも取っちゃったの？うん、勉強した甲斐があったな。あ、芝くん。へえ、してるんだな、勉強。まあね。うん、努力が報われたかな。報われたよ。いらっしゃいませ。はい、今日はドレスを買いに来ました。今年の晴れ着は諦めます。ドレス、こっち、チャイナドレスを買います。てか、チャイナドレスってさ、前作の夏美ちゃんも着てたよね。色は違うけど。あ、ちょっと痛い。以上です。終わり？ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、
パーティーでプレゼント交換会があるんだった。プレゼントを買いに行かなきゃ。さて、何を買おうかな。1リッチのもの。そうだな、みんな大好きガラス細工の天使を買います。プレゼントはこれでバッチリ。家に帰って着替えてこよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。ドレス。アクセサリーはこのままでいっか。よし、準備 OK。 パーティー会場に出発。今年もクリスマスがやってきました。年に一度のパーティーですから、皆さん大いに楽しんでください。はい。ただし、あまり羽目を外しすぎないように節度を保ってくれることを期待します。はい。いいですね。では乾杯しましょう。はい。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。お、メリーだね。うん、メリーだね、タツコさん。あ、メリークリスマス、タツコさん。色っぽいじゃねえか、今日のあんた。そうかな、タツコさんも色っぽいよ。え、本当？ああ、似合ってるね、そのドレス。ありがとう、タツコさんもすごく似合ってるよ。このドレスにしてよかったかも。じゃあ私行くよ。また後でね。うん、また後でね。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるかドキドキ。せっかくだから、好感度にあまり関係ない若王子先生のプレゼントがいい。ほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。ありがとうございます。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。頭脳コーヒー試飲券。頭脳コーヒーですか。頭脳コーヒー、一体どんな。あ、いやいや、そのプレゼント。はい。どうしたんですか、若王子先生。そのラッピング、先生が出したものと瓜二つです。というより、まさにそれです。そうなんですか。あ、若王子先生が持ってるのは私が出したものですよ。すごい偶然ですね。それは二度びっくりです。せっかくだから開けますよ。はい。はい、どうぞ。劇イケてます。マジヤバすぎ。そうですか。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。こうして2006年のクリスマスイブは終わった。あれ、誰だろう。もしもし、まさきだけど。まさきくん。あれ、まさき先輩、どうしたんですか。ああ、用事つうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる。なんもないです。特に予定はないですよ。お、そしたら植物園でのんびりしようぜ。いいですよ。はい、喜んで。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。ぼーっと生きてんじゃねえよ。そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。ですね。待ち合わせ場所は公園入り口でいいですか。じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい。じゃあな。はい。まさき先輩にデートに誘われちゃった。今日はまさきくんとデートです。ドレスではなく洋服に着替えます。トップ、セクシー、ボトム。アクセサリーは外しましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。まさき先輩は、あ、いた。まさき先輩、ごめんなさい、待ちました。少しな。ごめんなさい。
相手が俺だからいいけど、社会に出たら通用しねえから気をつけた方がいいぞ。はい。あ、はい、気をつけます。ん、そういう素直に聞く気持ちってのを大事にしろな。さて、行くか。はい。お、何ですか。え、どうしたんですか。いいな、その服可愛いし似合ってる。合格20丸。本当ですか。ありがとうございます。よかった、この服気に入ってくれたみたい。ここ変な植物も結構あったりして好きなんだよな。そうなんですか。この木妙にでかいな。そうですね、はっきり言って邪魔です。登って枝に座りたいな。外に出してあげたいですね。そうだな、まあこれはないとして、これかこれ、ユーモアで行くか。登って枝に座りたいな。あー、俺もそれガキの時にやってみたかった。基地作ったりとかしたかったな。あー、私もです。うん、いい感じだよね。あー、今日はめちゃくちゃ充実した一日だった。私もです。しかしお前って本当に飽きないやつだよな。そうですか。面白そうなとこがあったらまた誘うわ。はい、はい、お願いします。まだまだ元気だな。はい、元気です。さーて、もうちょい痛いとこだけど帰るか。乗れ、送ってくから。いいんですか、ありがとうございます。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。おう、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。はい、良いお年を。まさき先輩に送ってもらっちゃった。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。